29日までに更新されたカジサックの YouTube チャンネルにゲスト出演。お笑いコンビとして評価が高いトータルテンボスだが、誰もが面白いと認める芸人たちがネタを披露するコンセプトのフジテレビのお笑い番組 NGEI グランドスラムへの出演がない。そのことについて大村は、フジテレビに認められてないと話すと、藤田も嫌われてんだなって笑いと同調。嫌われている理由について大村は、思い当たる節があるという。大村は仙台のラジオなので大丈夫だろうと思っていたが、翌朝にザ・ MANGAI のトップの総合演出からメールが来て、漫才をちゃんと見て選びましたって